いしょ、重たい。音入ってるね。うん。念入りに。フジヤランドです。ランドです。さあ、なぜ音を確認したかと言いますと、今回はコストコ爆買い企画でございまーす。すごいだったー。やんなっちゃう。いや、ほんとね、やんなっちゃうのは私ですよ。もうほんと、財布からどれだけお金が出てくんだというぐらい今回は。コストコを爆買いさせていただきました。全部安いと思って入れちゃって入れちゃって積み重なってって全部が高いっていう、結局ね、そういう、まあ、いい値段するからね、量もいっぱい入ってるから、まあ、そうそう、コストコあるあるでございますけども、今回は相当買いました。先に品数だけ言いましょうか。だってレシートがもう、だってでもそれあるあるよ。お買い上げ点数全23点でございます。はいはい、買わせていただきました。それでは紹介していきましょう。はい、グラムじゃん、これ、あとにして、あ、そこからいいよ、そこからでもいいよ。これ紹介する、これ紹介する、やってみよう。オッケーオッケー。チビランドちゃんは、今日何買ったんですか。だかな、メイクアップセットと、やつです。メイクアップセットのやつですね。何個持ってんのよ、あなた、メイクアップセット。もうすでに、メイクアップをしてあります。本当だ、ほっぺたがピンクになってる。かわいい、かわいいですね。すごくたくさんありますね。ママのよりかわいい。いいなぁ、ママも欲しかったな、それ。こうして、あ、もういいよ、ちょびっとでいただく。あ、かわいい。パパにも塗って。男の子だもんね。やだ、塗ってよ。やめときましょう。やだ、塗ってよね。なんなのよ、何直してんのよ。パパは爪でもコスコスしときなさいって。やだ。荷物貸してくれへんか。すごい綺麗に入れてる。はい、ということで、チビランドちゃんのメイクアップセットでございました。よかったね。これおいくらだったっけ ?2600 円ぐらいだったかな。はい。いいお値段よ、あなた。気に入った、はい、よかったです。こっちはネイルが入ってます。ネイルが入ってますね。はい、ありがとう。はい、さあ。それでは、食品で、買ったもの、まずこちら、生ものでございます。これ初めて買った、アメリカ産の牛肉、ドスンとでかい。これなんて書いてあったっけ、ほら、超いいやつみたいな、風に書いてあった、1389g で3723円。うん、かなりお買い得なんじゃないでしょうか。山形牛ね、前回買ったやつと並んでて、はい、どうしようって悩んでたら、コストコの店員さんが話しかけてくださって、どっちを買っても今回はすごくいいですって言われて、 100g あたり268円でございます、でこっちの方がお得だったから、はい、ちょっとこっちにしてみました。味濃い、濃いめの、お料理とかすっごい美味しいって言われた。ステーキ肉と一緒って言ってたね。そう、ステーキ肉を薄くしてるやつですって言われて、そしてこちら、国産豚肉ロースうさぎりやて、国産豚肉ロース薄切り、こちらも 1523g で 2711円。すごい重いですよ、ね、片手じゃちょっとプルプルするぐらい。はい、こちらグラム、100g 178円と、はい、お安くなっております。薄切りのお肉はほんとすごい便利だから、冷凍するのもしやすいし、ストックしとけば何かと使えるので、はい、これじゃあちょっと冷やしておきましょうか。はい、さあ続いて、これ行こうか。それは私もびっくりした。これだから、これちょっとエピソード付きじゃない。まずはこれが買いたかったんだよね。そう、はい、どうぞ。大好きなの、このバナナマフィン。はい、こちらコストコで買うのは初めてなんですけど、拳ぐらいあるよ。もっとあるある。私がね、好きなコスコチャンネルさんがね、これのアールグレイを買ってて、すごいおすすめしてたの、だから本当は紅茶のアールグレイのね、味のやつを買いたかったんだけど、ある時とない時があるみたいで、そしたら今日これが売ってたの。あ、バナナナッツ大好きと思ってこれを買ってみたの、はい。そしたらで、レジ行った。全部買ってね。そう、そしたらちょっと向こうの方でした、レジの方はね、片言でね、これ2つで1個だよっつってね、そう、同じ値段よっつって、そう、1個でいいのみたいに言われて、そうえ、ダメダメと思って、だったら買うと思って、これもついて同じ値段だっていう。他の味もあったんだけど、やっぱチビランドちゃんチョコ好きだから、はい、これなんぼてこれ、めっちゃ安いよ。あ、これ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 、899円。うん、
1個100円しないってことじゃん。1個拳代で、うん、100円しないってことでしょ。いやこれ安いわ。でこれちょっと食べてみようよ今、うん、いいよ。お味がだって気になるじゃん、うん、でこれね切り方をねちょっと私勉強したの。ラップをねでかけて、うん、ゴキ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 ギコギコ切んないで押すんだって。ほうほら、え、なんでそんな綺麗にいくんやろ。すごいでしょ。これはなんかコスコチャンネルさんも、うん、ブログの読者さんかなんか教えてくれたのかって、これチョコとかだとべったりここにチョコがつくんだけども、こうやってやったらつかない、つかないし、ラップも綺麗でないから、あ、いいね。そう、食べる方の半分だけ食べて、そう、食べる方だけいただいて、残りの半分はこのまま包んで、これは冷凍するっていう。素晴らしい、コスコチャンネルさんありがとうございます。ママはこのでっかいの食べて全部食うの、食べるよ、すげえな。いただきます。いただきます。うん、うん、おいしい。ほんのりバナナ感、うん、香ばしいナッツ、すっごい優しい甘さ、甘みね。なんか勝手にこうアメリカのものってすごい甘いみたいな、うん、先入観ありましたけど、めちゃくちゃ優しい甘さ。おいしい。あ、これはうまいわ。おいしい、うんうん、なるほど。うわ、こうなってくるとチョコも食べたくなってきたけど、晩ご飯前だからな。あ、絶対好きだこれ、チビランド。あ、おー、ビター、おいしい。すごい、これもまた優しい甘さだけど、チョコがビターだから、うん、コーヒーにめちゃくちゃ合うやろな。これが1個100円しないなんて信じられない。だってそんなダメなもの入ってないよ、うん、冷凍できて、うん、素晴らしい。さあ、うん、どんどんいきましょう。あ、卵、うん、こちらね、これも安いんでしょ。20個入ってて、うん、卵378円、うん、半分の値段じゃない。私がだいたい毎朝ゆで卵を食べますので、これが、非常にいいですね。はい、あとそしてまだだけど、うん、チビランドちゃんのお弁当始まったらもうすごい使うからさ。フジワランドの夜のお供、ウイスキーシーバスリーガル。まあ普段ちょっとね、シーバスリーガルもいいお値段しますから、うん、なかなか変わんないですけど、さっきネットで見たら700ミリのシーバスリーガルで3000弱してたのが、うん、1リットルで、3000円弱ぐらいだから、まあ、まあ安いね。今日はパパの欲しいものとママの欲しいもの1個ずつ買ったんだよね、うん、そうだね。これパパの欲しいものでしょ、うん、もう少しでママの欲しいもの2つにされるところだったけどね。じゃじゃん、 CNP プロプロポリスミストかな。はい、何なの。化粧水、うーん、蜂の巣から抽出したプロポリスエキス成分がね、弾力を失ったお肌にハリと潤いを与え、生き生きとしたふっくら肌へと導いてくれるらしいの。弾力を失ったということでよろしいですか。うん、少々失い始めてる。なんかね、すごいね、うん、細かい霧状のミストがバーって出て、うん、これあの韓国のブランドなんですけど、うんうんうん、評判がいいというのを聞いて、うんうんうん、ちょっとこれ試しに買ってみました。はい、これは2本入ってて、うん、3980円、うん、まあまあでもデパートとかでね買ったら1本でそれぐらいのお値段すると思うんで、まあ量は多いしね。そう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 、かなり持つと思います。こちら2週間分のロカボナッツ、うん、これちょっと小腹空いた時なんかに僕最近ナッツを食べるんですけど、うん、これも塩もあの油も使ってませんから素焼きなのかな。美味しく楽しく食べて健康になる、続けられる食事です。だってうん、で小分けになってるのこれ。あ、いいね、うん、だからいいなと思って小腹空いた時。結構さ、ナッツって買うと高いじゃない、うん、おいくらそれ。一袋 28g のが14日分988円。これ安いですよ、うんうんうん、はい、割と安い。買いました。はい、はい、あーもうね、豆好きなんでこれは絶対いると思って、うん、水戸の伝統枝豆、はい、黄門茶豆、うん、こちら、はい、結構コストコさんって生鮮食品っていうのかな、
美味しいんですよ、新鮮で。しかも粒がでかいね、パッと見た目。そう、これもそんなに、結構ね、これ安いね、500g で399円。そう、これ半分ぐらいでそれぐらいの値段だよね、スーパーで茶豆買ったら。安い。これと、はい、こんなにたくさん入ってる、パラパラになってるカットブナシメジ、298円。うん、これもこんだけ入ってる、しかもね、ジップ付きっていう。あ、すでにね。そう、本当に便利。そしてこれは前回と同じ美味しかったので、うん、アメリカンチェリー。これはいつも美味しいね。俺もあんまりこう食べないけど、これはバクバク食べちゃう。これスーパーで買うよりすごい甘くて美味しくて、うん、これでもちょっといいお値段しました。これは 907g、 約 1kg 入ってます。はい、1998円。うん、まあまあまあ、高いね。うん、そしてこれもまた前回と一緒、めちゃめちゃ美味しかったから買いました。エンジェルトマト、すっごい甘くて美味しいの。これ、これ998円。はい、こんだけ入ってて、うん、結構日持ちします。これスーパーやったらほんのちょっとで300円ぐらいする時ある。これぐらいのパックで300、400円する時あるからね。うん、うん、今日の晩ご飯にささっと食べられるように、うん、もうこれ洗わずにそのまま召し上がれますという、はい、ロメインレタスサラダ、うん、598円。うん、安いよね。こんだけ入ってて、だって 400g も入ってる。それで6日間持ちます。うん、これちょっとやってみたい料理があるんだよね。サグラドリ、これね、あれはもう有名です。はい、もうコストコといえばみたいなやつですけど、1パックに2枚入ってるから、2、4、6、8枚、はい、入ってます。全部で 2.5kg。 うん、重たい。国産鶏もも 2.5kg、 2368円。うん、はい、これだけ入ってて2300円だから全然いいと思います。はい、あとこれもリピート品です。ダダン、ほんまめっちゃ食うな、お前んちって思ってるでしょ。でもこれね、日持ちするんだよ結構。こんな本当に美味しいの、コストコのオレンジ。チビランドちゃんも大好き、ネーブルオレンジ。ネーブルオレンジ1098円。はい、何個入りやこれ。こんだけ入ってて1000円だもん、全然、ね、ちょっとね、今回のやつはこの一粒が小さめ、ちょっとちっちゃめかなと思ったんだけど、まあでもそんなことないか。これぐらい、すっごく甘くて美味しいんです。本当おすすめ。これまあ安いよね、これ1000円やもん。安いよ。うん、これもリピート。あ、はい、アイスコーヒー、これもうすぐなくなった、この間。そう、希釈タイプ UCC ザブレンドアイスコーヒー、めちゃくちゃ便利。これ美味しいですよ。これも1098円。うん、はい、だってなんと50個入ってる。うん、うん、これは牛乳とお水とで割ったら、あのラテ、アイスラテにもなる。はい、とっても便利です。で、これが、うん、サランラップ。これちょっと初めて買ってみました。うん、優しいラップ990円、うん、998円。そうなの。これはだってえらい安くて、これ8本でやろ。そう、8本で998円。でね、なんか環境に優しいって書いてあって、うん、今回買ってよかったらリピートしたいなと思って、うん、あ、なるほどね。サランラップとかクレラップみたいな結構強めのラップじゃなく、あ、薄くてやわやわタイプのラップです。うん、あ、でもね、結構しっかりしてる。ほら、うん、ヨメランドの怪力でも全然大丈夫。なんで、なん私なのコップにラップで、うん、あ、全然いい、いいわ。しっかりしてるよ。うん、しっかりしてる。あ、十分十分。これ安い。よし、はい、じゃあ続いて、うん、これこれはもう欠かせないやつ。ノンアルコール除菌のシルコットですね。はい、はい、ウェットティッシュ、うん、15個入ってて、はい、1828円。安いか。うん、安いと思う。かなり安いな。うん、これはもうだって小さな子供がいる家、うん、えぐいでしょ、消費量はこれはね。そう、うん、はい、買ってよかった。当然いるものでございます、はい、うん、そしてなぜコストコに今日行ったかと言いますと、ヨメランドの一番の目的の、いや、そうなの、キッチンタオル、キッチンペーパー、キッチンペーパーを探しに行ったんですけど、うん、なんと在庫切れでした。初めてこんなの初めてです。本当にね、ちょっとした運の悪さすごい持ってると思う。そう、おばさんにかかと引かれるし謝ってくんなくて
逆に睨みつけられてひどいったらありゃしないね。で、代わりではありませんが、うん、これですね。まあ、普通にこれドラッグストアとかでも売ってる、はい、スコッティの洗って使えるペーパータオル、はい、これをちょっと代わりに買ってみました。まあまあまあね、洗って使えるペーパータオル1748円、うん、まあ仕方ないね、はい、また次回。あともうこれはほんと消耗品、前回も買った、うん、超特大1500リットルの台所洗剤、はい、ギュギュット除菌、うん、1500ミリリットル、528円、安いよ安い、うん、はい。あと、もうめちゃめちゃ使うキレイキレイ、うん、薬用泡ハンドソープ、はい、業務用4リットル、これ私びっくりして安くて1818円。そう、なるほど、これは安い、4リットルだよ。あとこれちょっと大きいやつがなくなってきたので、うん、ででん、あ、ジップロック、ジップロック、はい、やっぱ今日お肉をたくさん買ったので、うん、1998円、うん、はい、1枚出して、結構大きめな、うん、これ4パック入ってる、うん、じゃあ丈夫、ほらこのサイズ、あー、でかいね。だからお肉をラップして入れるのにやっぱこのサイズがいいなと思って、うん、もうこのサイズがなくなってきちゃったので、で、最後に、うん、今日はもうだから買い物行ってましたから、うん、夕食が作ってる暇がないので、はい、じゃあさっきのこのサラダと、サラダと、はい、コストコといえば、はい、こちらじゃないでしょうか、はい、これはちょっとね、あったかいからって言って入れてくれたの、ロティサリーチキンでございます。あー、いい香り、はい、699円、激安、びっくりしちゃうよねどういうこと、はい、これを夕食にしたいと思います。おいしそう。じゃあちょっと食べながら、お別れしたいと思います。はい、はい、さあ、ということでロティサリーチキンとロメインレタスサラダで、はい、晩ご飯食べたいと思います。チビランドちゃんは、こっち側の横側で今、トマト食べながら、チビランドちゃんはチキンライスかな、チキンライス、そう、ここにこのチキンも乗せてあげます、うん、はい、私はちょっとシーバスリーガルを入れてきちゃいました。いただきます。うん、最高。これをね、今日 買えばよかったわ。前コストコで買ったジョジョエンサラダのドレッシング、これがめちゃくちゃうまい。飲みたい。これお酒だよ。これめちゃめちゃお酒よ。そう、ママも飲めない。これはダメ。トマト乗せて。うん。すごい新鮮だよ。うん。このチキンはもうコストコ行ったことある人なら大概。うん、食ってんじゃないかな。めちゃうまだよ。クリスマスみたいだよね。どう？あおいしい。グーしてます。チキンいただきます。うわーうまい。めちゃくちゃ柔らかい。うん。うまいわ。うん。めっちゃ味しみてるし。だってさ、あのくる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 さ、回転させながらさ、おっきいオーブンで焼いてるもんね。うん、いただきまーす。ハイボールとの相性、うん、柔らか、めっちゃ柔らかいな。食べるの初めてじゃないのにびっくりした。しっとりしてる、うまい。なんでこれ690円、安すぎない？車の中にチキンの匂い充満させただけあるな。うん、ね、窓開けないとやばかったよねビール合うね。合うよ、ビール、ハイボール最強に合うもん。うん、ということで藤原家のある日のコストコ爆買い企画でございました。ほんと待って、野菜がシャキシャキしてるけど刺さったここに、という感想でございます皆様のお口にお野菜は刺さりますでしょうかよかったら参考にしていただきたいと思います。おいしい。そう、お買い上げ金額なかなかいってる。今回はちょっとこここれでテンション下がっちゃうんですけど、パパ泣いちゃう。36,823円でございます。わー、仕事頑張りますみんな見てお願い
さあ、それではこの辺で。ジビランド、ジビランドじゃん、すごいお肉食べてる。ジビランドは頑張んないよ。ジビランドはまだ頑張らなくていいよ、はい、4歳なんだ。可愛いだけでいいです。はい、じゃあチャンネル登録の挨拶言ってくれますか。うん、はい、せーの、じゃんじゃん、じゃ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 飲んでないよね。飲んでない。全然カフェラテ。ルルルルルル。そうそう。ああ、そうか、そうか。チャンネルルルルルね。チャ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 。ねね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 ねルル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 。どうやってやらしてね。また見てね。バイバイ。入っちゃってるこれ。うん、入っちゃった。